予期せぬ妊娠や出産などに悩む女性を受け入れる神戸市の施設の代表が斉藤知事と面談し、さらなる支援制度の充実を訴えました。斉藤知事の元を訪れたのは、さまざまな理由で出産時にパートナーや親を頼ることができない女性を支援する団体、小さな命のドアの永原育子代表らです。2018年に開設された神戸市北区の小さな命のドアは、24時間の相談に当たるなどし、今月からは兵庫県からの委託を受け、女性の就労や自立をサポートしています。面談で永原代表は、頼る人がいない親子を一時的に受け入れるホストファミリー制度の創設など、女性が孤立しない社会づくりの必要性を訴えました。充実していきたいなと思っています。頼る人がいないという、これがキーワードの方々ですので、はいはい、出産されて赤ちゃんを抱いて一人で本当に孤立してしないように社会が見守っていくというそういう体制を作っていきたい。そうですね。このほか永原代表は妊娠に関する相談が高校生から多く寄せられていることから、若い世代への性教育の充実も必要だと述べました。